吉田さん、まあ、癒しをね、深く感じるためには一定のストレスがかかっている状態がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、納得できることではありますよね。吉田さんが運転をたくさんして肩が凝ったなっていう時にマッサージすると気持ちいい。でも特に体にストレスを感じない時にマッサージを受けても何だったんだろうみたいなところがあるかもしれませんよね。それは確かにそうだなと思います。確かね、ずいぶん昔ですけども、世界で一番美味しいものは何みたいな問答があってですね、まあ、いろんな意見が出た後に3日間何も食わなかった後の卵かけご飯は最高だよみたいなのがね、妙に納得させたんですよ。っていうのは普段美味しいものを食べつけてるとあんまり美味しいものに感動しなくなるっていうことがあってね、逆にお茶漬けとかがなんかいいなとかね、カップラーメン美味しいなみたいな、そのギャップを感じるところがあるんじゃないかなと思うんですよ。ところがことお金に関してはこれは当てはまらないんじゃないかなと思うんですよ。お金がなくて苦しい思いをしていたからこそお金持ちになった時のお金の大切さが分かるみたいなのもあるんですけども、そもそもね、お金持ちの考え方って私が聞いたところによると、誰よりも1円を大切にして誰よりも1秒を大切にしてるらしいんですよ。だからお金持ちが続くということらしいんですよね。で、そういう人から見るとね、そのある億万長者の方とお話した時に非常に共感したのは、お金がない苦しい、お金がない苦しいって言ってる人はお金のことを侮っているって言うんですよ。苦しいけどもお金を1円を大切にしてないと。すぐに100万円とか1000万円とかドーンって稼ぐことを考えるけど違うんだよと。1円を稼ぐことに心血注げなくって、なんで1000万2000万が見えてくるんだ。で、その方はね、私は今億万長者になったけども、でも1円に対して誰よりも真剣に考えて1円をどうやって稼ごうか、その積み重ねで100万円1000万をどう稼ごうかっていうふうに考えてるよって。で、誰よりも私は買い物にシビア、派手に使ってるように見えるけども必ず帰ってくるように使うって言ってましたね。で、その方がね、折しもこの前新車を買ったらしいんですよ。新車を買うときにいつもの担当の方に連絡して、あなたのセンスでいいんでこのスペックで選んでちょうだいって言ったらしいんですよね。そしたらそのいつも担当している営業マンっていうのは、まあ何年かに一度その方を通じて自分の売り上げが上がるわけですよね。で、まさに吉谷さんと同じように1年の初めに一番最初に来たオーダーがそれだから、もうオプションからなんかその人の望むように、で、余計なオプションはその人が余計だと感じるものはつけないようにして、ベストの設定でその車を納車したらしいんですよ。そしたらね、いやー分かってくれてるわねみたいな感じで、まあその方女性なんですけどね、その新車の納車を受け取ったらしいんですよ。で、当然その営業マン、年の初めから億万長者からなんかね1億円近いオーダーが来るわけですから、乗りに乗って1月のスタートができるわけですよね。だから1年間ものすごく、まあ、成績がいいかどうか分かりませんけども、モチベーション下がらないし、1年の初めにそうやってオーダーしてくれた人にいつも気遣いをするみたいですよね。で、また数年後にオーダーが入るように自分の暮らしの中で気づいたことがあったら贈り物したりとかね、ご挨拶をしたりとか、なんか様々するみたいですね。まあだからね、なんか価値の基準っていうやつですけども、お金がどんなにない人でも1万円は1万円、お金がたくさんある人でも1万円は1万円。じゃあ金持ちが1万円を侮ってるかっていうと逆で、金持ちほどお金をものすごく大切に考えてる、だから金持ちなんだっていうふうに私は思うんですよね。で、逆にお金がなくて苦しい、お金なんてもう本当に嫌な思いをした、お金なんてなければいいのにって思う人はやっぱりお金のことちゃんと考えてないし、そのお金を得るためにね、じゃあ誰に何をするっていうところまで行ってないんだろうなということも言えるんですよ。まあもちろんね、誰かに何かをしたいけどもどうすればいいか分かんないっていう、悶々とした気持ちの方は結構多いんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱりお金の問題を解決した人に学んでいくところが必要なのかなと。いきなりね、月に100万稼ごうみたいなことを言うんじゃなくって、まず月に1万をコンスタントに現実化させるところから始めていって、月にプラス3万、月にプラス5万っていうふうにやっていくと、もう月にプラス5万稼げるようになったらね、例えばベンツなんてお茶の子最下位になるわけじゃないですか。この前の吉田さんの話じゃないけど、そう考えたら
いつか一発当てようと思って結局何年も同じ状況でいるのと、今日はたった1000円だけども稼げたぞ、次の日は2000円稼げるために頑張ろうかなっていうふうに考えてる人が、どっちが進むのかっていうのはまあ明白なことかなと思うんですよ。で、再度まとめさせてもらいますけども、私はね、生まれついてのお金持ちだろうと自分の力で稼いだお金持ちだろうと、お金持ちほどお金にありがとうって言ってんじゃないかなと思うんですよ。いろんな障害があっても、いろんなトラブルがあっても、お金があるからいつも乗り越えていけたっていうね、お金に誰よりも感謝してお金を手放さないようにシビアに、そして大切に使ってるんじゃないかなと思うんですよね。お金がなくて困ってるっていうのは確かに苦しい状態であることには変わりないんですけども、いつもお金がね敵対してるっていうことなのかなって、やっぱ味方につけないといけないですよね、お金のことはね。まあ今はね、本当吉田さんが新しい BMW 真っ青なやつをね乗りつけてるのを見て、そしてその直前では R34 をねボーンと売ってるのを見て、まあこういうふうにこう呼吸をするようにね、数百万数千万をもう普通の人が使えるっていう時代ですよね。まあ、普通の人というのか、まあ、吉田さんが言うには、僕は誰よりもバカですっていうね、そんなことを自ら言う人でもお金に関してはプロフェッショナルでいられるっていうのは、まあ、希望なんじゃないかなと思うところでございますね。それじゃあ今日も行ってみましょう。